フィル・ウィリアム・クラインは、アメリカ合衆国、オハイオ州コロンバス出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。性の読み方は、クラインで、クライン、クライン、クラインなどと同じ発音である。2011年の MLB ドラフト30巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズで3試合に、登板後、A-9。 スポケン・インディアンスへ昇格。9試合に登板し、1勝2敗、防御率4.58だった。2012年は、A 級、ヒッコリー・クローダッツで33試合に登板し、6勝、0敗8セーブ、防御率1.90だった。8月に、A 級マートル・ビーチ・ペリカンズへ昇格。7試合に登板し、防御率0.87だった。二千十三年は、 A 級マートルビーチで7試合に登板し、1勝0敗、防御率1.98だった。5月に A 級フリスコラフライダーズへ昇格。29試合に登板し、5勝1敗、防御率2.52だった。2014年は A 級フリスコで開幕を迎え、24試合に登板。3勝0敗中セーブ、防御率0.81と結果を残し、6月に トリプル A 級ラウンドロックエクスプレスへ昇格。トリプル A 級では9試合に登板し、18.1回を無失点に抑え、8月1日にレンジャーズとメジャー契約を結んだ。10点ビハインドの6回裏から登板したが、ロニーチゼンフォールに本塁打を打たれ、1回に安打1失点だった。この年は17試合すべてでリリーフ登板し、防御率2.84。 脱三審率10.9という好成績を残した。2015年は先発登板する機会もあり、11試合中2試合では先発で投げたが、1713回で非本塁打4、防御率6.75と不審だった。しかしながら勝ち星を一つ上げ、メジャーデビュー年から最低1勝以上の記録を2年に継続とした。2016年6月9日に、 リーフとなった。レンジャーズを出るまでに8試合にリリーフ登板し、防御率5.19いっぱいだったが、8.2イニングで12、三振を奪った。また、ラウンドロックでは8試合に登板、うち1試合で先発登板し、防御率4.26ホイップ1.50を記録した。2016年6月19日にウェーバー工事を経て、 フィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。フィリーズでは4試合に登板し、うち2試合が先発登板だったが、防御率8.44ホイップ2.06と大炎上した。一方、マイナーでは14試合中10試合に先発登板し、防御率1.525勝1敗、フィップ2.47ホイップ0.87、予死率一点八、脱三振率十点五というピッチングを見せた。 なお、レンジャーズ時代との通算成績は、MLB では12試合の登板で、防御率6.980勝1敗、フィップ4.08ホイップ1.66、マイナーでは22試合の登板で、防御率1.965勝1敗、ホイップ0.97というものだった。12月14日に、アジアで、出場機会を求めるために自由契約となった。二千十六年十二月十九日に、 横浜 DNA ベイスターズがクラインの獲得を発表した。背番号は49。契約時点ではセントラルリーグの現役投手最長進で一軍監督のアレックス・ラミレスからはランディ・メッセンジャーに近い投手で二桁勝利を期待できるとの評価を受けていた。2017年には自身と同じく新加入のジョー・ウィーランドと共に一軍公式戦の開幕から 先発ローテーションの一角を担った。4月1日には東京ヤクルトスワローズとの開幕カード第2戦で公式戦にデビュー。5回1失点という内容で公式戦初勝利を挙げた。4月16日には横浜スタジアムでも用された同カードでシーズン2勝目をマーク。しかし4月23日の対中日ドラゴンズ戦で来日初黒星を喫すると 外国人選手6名を抱えるチーム事情を背景に外国人枠との兼ね合いで同月下旬から2軍で調整。5月20日の対読売ジャイアンツ戦から1軍へ復帰したものの、請求難から先発で2連敗を喫したため、6月3日に出場選手登録を再び抹消された。さらに抹消後に右ィーチ痛を発症。イースタンリーグ公式戦に登板せず、 他の投手とは別の練習メニューによる調整を余儀なくされたため8月7日には右肘の治療を理由にアメリカへ帰国した。チームはレギュラーシーズン3位からクライマックスシリーズ突破を経て日本シリーズへ進出したがクラインは再来日に至らず日本シリーズ終了3日後の11月8日には翌2018年の契約を結ばないことが球団から発表された。 12月2日、自由契約公示された。2018年以降は、どのプロ野球チームにも所属していない。長身を活かした角度のある、スリークォーターから、最速94.9マイルパワー、平均91.8マイルパワーのツーシーム、平均91.2マイルパーワーのフォーシームと、平均85.4マイルパワーのスライダーの3球種を主体に、 平均85.9マイルパーアワーのチェンジアップ、平均80.0マイルパーアワーのカーブを使用する。ピッチフ、X 上では2014年にカットボールが分類されている。投球スタイルは例年試行錯誤している模様で、メジャー1年目の2014年はスライダーを大投げしており、速球2種類との計算球種がほとんどを占めているが、2015年は ォーシームを基本球種として、スライダーとの二球種が主体となり、カーブは投げていない。2016年は一転して、ツーシームが最も多く、また再びカーブを投げるようになっている。メジャー通算左率は、対右打者には18、181ながら、対左打者には、350と苦手としている。MLB、NPB、ありがとうございます。